Ride the shovel head. で、有効半径って言うんだけどね。有効半径。340ミリ、って感じだよね。そうだよ、見える、あ、このままか、はい、これ340、この時にこんだけ上がってんだぞっていう話じゃん、最低地上高が前が随分上がってんなっていう、まあ、70年代スタイルとかならさ、僕たちでいいんだろうけど、夏の今回は 80s のちょっとハイパフォーマンスっぽい感じの、ベイエリアスタイルっていうか、そんな感じでいくから、車高低い方が、ということで、リアは固定でこの車高、このショック調で行くってことであれば、こういう感じで落としていって、こんぐらいか、こうだともう前下がりだろ、多分そうですね、この辺か、ちょい前上がりぐらいなんだよね、で340このあたりこの辺だね、でこう見れば、まあ4インチ、これ上インチなんで、4インチってとこだよね、おしまいまあ簡単な話ですよ、導き出し方っていうか、でじゃあ4インチ落ちれば、この車高になるねと、あれなんで、固まってんの、ボトムしてなかったもんね、あれ何これ、なんじゃこれ、調子こいちゃったよ簡単に言って万年もね、まず、おい、なんだよさ、こっちもハードクロームチューブだけどね、ショークロームだとなるんだけどさ、あ、いった出てきてんじゃん、ほら、よいしょ、20年半端ねっす、まあ4インチだね、そうか、プログレッシブってなってんだけどさ、会社の名前なんだけど、プログレッシブってこういうバネのこと言うんだよ、知らなかった、知らない、プログレッシブレートって言って、こっちはさ、頭頂でこう、トーピッチスプリングなんだけど、不等ピッチになってんじゃん、
トーピッチバネのことをプログレッシブレートっていうんでね、うん、これ上下とかはないあるんだけど、うん、いい質問だねあるって言われてんだけどまあでもないよ、うん、ないまあ41なんでフリーロードがあらかじめ荷重を与えるって意味なんだけど、うん、このバネにね、うん、これ締めていくとここに0から2分の1って書いて、まあ、12.7、13mm ぐらい、うんうん、この状態が0か2分の1、うん、もうちょっとなんだね、うん、45だね、うん、これでいく？うん、1インチ落とせば仮だから、うん、それでエンジンできるまでやってみたら、うん、だから、5インチだ、うん、トータルね、元よりね、うん、そう、元から、うん、カスタムっぽいでしょ、うんうん、だからここのあれも変わるから、うん、フリーロードも後にする意味があった、うん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 、今1個入れたじゃん、うん、だからこっち側はあのこっちと今違う状態なわけよ、うんうん、そんでもろもろが分かってから、うんフリーロード決める、うんうん、でもそこの手間は惜しんじゃうとダメなんだよ、うんうん、7mm、うん、7mm ね、7mm 入れると、うん、こちらだから、うん、あのさっきの数値ね、ゼロの数値にするためには 7mm のスペーサー、うん、12mm を吸うためには 19mm のスペーサー、うん、OK、うん、見える、うん、12、3ぐらいかな、うん、2分の1ってことだし、うんうん、そうちょうどいい、結構押さないとこれ組めないからさ、うんうん、組むのが大変だよ、うんうん、だからその分フリーロードがかかってるから動き始めが、うん、あの硬いで、それでちょっと硬いなっていう印象だったら、うん、これを落としていく、例えば1枚こいつ抜くとかさ、うん、これを2枚で、うん、その狙った数字にしといて、うん、2枚抜くとかさ、で2ミリとか3ミリぐらい変わるとフリーロードが結構変わるから、うんうんうん、動き始めがもう少し柔らかくなったりとか、ただその動き始めだけなんですよ、うん、沈んでった時は同じだから、うん、もうこのバネの持つ荷重で決まってるから、うんうん、数字がね大事だけども、うん、寸法とか、うん、
だけどなんかさっきみたいにさ、うん、動きが悪いとかさ、なんかそういう感覚ってあるじゃん、うん、それがすごい大事。その時にはやっぱり問題があるから、うん、100% 問題があるから、うんうん、まあいっかとかってやっちゃうと、うん、絶対良くないからもう一回開けることになるんだよ、うんうんうん、だからその動物的感覚もすごく大事にした方がいいよね、うんうん、ようやくちょっと好きな感じになったんじゃん。そうでしょ。いやまあロングも好きだよ。前長かったじゃん。だってそうか、社外だよね 100%、うん、この面も淡いし。面がさ段ついちゃってる、うん、分かるでしょ、うん、こっから見てても分かる。うん、なんかしよっか、なんか、感じ。あっちかな。スーパーバー。